はい、皆さんこんにちは。ドブレです。はい、いきなりですけども皆さん、食トレってご存知ですかね。はい、まあこれ社長がね考案したトレーニングなんですけど、まあやっぱり100マイル走るってなると、まあ例えばロングトレイルもそうなんですけど、結構やっぱり胃腸がやられるっていう人多いと思うんですよね。で、まあいろいろこう僕ももちろんたくさん悩んできたし、今はもうずっとこう永遠の課題ではあるんですけど、悩んでる方すごく多いと思うんですよ。で、ただやっぱりこう食べるっていうことを、まあトレーニングするということもある種必要なんじゃないかという仮説のもとで、まあやってるのが、まあ食トレって言われるもので、まあどういうことかっていうと、こう早く、たくさんのものを食べれるかどうかっていうことを、まあトレーニングするっていう感じなんですよね。まあ普通に考えたらなんかこう、まあバカじゃないよって思ったりとか、そんなのいるって思うところもあると思うんですけど、まあまあこうある意味こう的を得てるかなと僕も思ってるところがあって、でちょこちょここういう食トレって言って、たくさん食べるみたいな、早くたくさん食べるみたいなことをまあやってます。で、まあそれをね、僕もこう100マイルでやっぱ次 UTMF 挑戦するっていうことで、食トレしようと思って、挑戦したものがありまして、それをね今回はちょっとその様子を見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。テレビでシャートでしょ。あ、そう。ナイス。すいません、牛タンとカキフライのコンビ定食。はい、これっていけるんですか。はい、大丈夫です。お、完成されます。はい、失礼します。挑戦されます。挑戦されます。見せとかな。挑戦するみたいですよ。やばいな、ほんまに。やばい。どれぐらい、 1.6 キロってこれ食ったら 1.6 キロ体重増えるってことでしょ。うん、単純に。いいよ、明日トレイルめっちゃ走れるやろ。今筋肉つやねん。やばい、やばいっす。よかった、お味噌汁はおかわりし、ベッド挑戦状に記載してあるのか。挑戦状っていうのはとかあります？後で来るんじゃなくて、どうですか？すげえな。こんなのを書かされるみたいです。挑戦状、18歳以上の方らしいですよこれ。お、24日。食いっぱい、お腹いっぱいでも笑顔で味わうべしですよ。ちゃんとルールは苦悶の表情した時点でもうダメやからね。どうも、もちろん味噌汁つくものすべてを食べきるべし。なるほど。サインしました。笑顔で食べなあかんみたいですね。これ今店員さんに聞くとですね、一番早い人で14分らしいんですよ。かかりすぎやと思いませんか。自信なくしてます。コリコリで噛めないらしいですね。はい、おいしくいただきます。おいしそうですね。そうですね。全力で上げてる。
でもかっていうぐらいガリガリガリとか。普通に牛タンはうまいです。失礼します。お待たせしました。でっけ。これやばいな。超でかいっすこれ。はい。こちらのお味噌汁は、飲み放題なので、はい、入れてください。はい。タイマーですね。はい。はい。1時のから12分で。早っ。それはもう早いですね。1位に出せば入ってください。出さないですけど。はい。大丈夫ですか。はい。いただきます。いただきますね。はい。はい、いただきます。また見に行きますね。はい。おー。始まりましたよ。普通にうまいですけどね、うん、美味しい。すごい量よ。入ってない。入ってない。入ってない。部屋まで4分の1ぐらい。まだかな。何が甘えてるやつ。全くそこに行かない。そんな深いんだ。うん。アゴがやばいね。コリコリのパンチが。噛まない、食えないんですよ、絶対。飲み込めへん。うん。美味しいだけにもったいないの。笑顔で食べるのかね。笑顔で。美味しいっすよ。今中盤の長い濃度ぐらい。結構きついですよこれ。
それが早い。あごがやられてる。あごが。絶対に4枚だけでもまあまあ疲れた。やばいね。あごがやばいです。あごがやばいそうです。まあ結構残ってる。出たなこれ。結構多いや。うわ。あごに来たウルトラミネラル食べてる。あご釣り。あご釣りにはウルトラミネラル食べてる。こっから減らへんやん。やべえ。うまそう。これやばい。120キロぐらいでもう前進まない。急に来ましたね。マイルでいう120キロぐらいとこれ。急に来た。ほんまそうなんねんけど、やばいこれ。やばいな。噛めへん、噛めへん。どうすんねん、初マイル、初マイル乾燥した音が、コリコリに負けんのか。これコリコリ乾燥できんのか。コリコリ乾燥できん。なんか気がいいや。中谷が言うとなんか気がいいや。うわ、これ。やばいよ。噛むなあかんのっすね。丸飲みでいいんですよ、うん、やばい。ちょっと両ポケットに入ったまんまなんですよ。全歩きの状態やね。うん。うん。まさに。まさにシャクシですね。今、胃腸障害を起こって。入れません。入りません。コリコリの正規正当しか見てないから。噛み応えがすごい。ほんまに。やばいなこれ。苦しいな。やめんなさい。諦めるのか。あと3分半。最初から比べたら全然減ってんねんけどな。マジ100マイルやな。急激に止まった。ぶっ潰れたな、急に顎が。
すごいね。そうか。頑張れ。重いね。重いね。足取りが重いね。あかんのこれ。やばい。うん。うん。これやばい。厳しいね。うん、いいね。あ、そうだ。あ、今バタリがコリコリに焼けるのか、うん、これは出直しだね。走り込み足りんかった。足りんかったですね。うん。あれ取ってますよね。No。それがいかへんですか。うん。早い。足が終わったみたいです。これはダメですね。あ、きつかったわ、これは無理だわ。これはお茶っぱでしたね。いやこれやばいですね。かまが入らへんから。あ、そうなんですか。そのランキング乗ってる上位の3人は女の人。どうなってるんですかね。やばい。あ、はい、あら、はい、始まったよ、残りは。どういうことね。いつも一緒だ。どういうことだ。ちょ、うまいんですよ。うまいのは。2枚ぐらいやったら、3枚とかやったら全然うまいね。まだこれ飲み込めないですからね。飲み込めないです。で、噛まずに飲み込もうとしたら出てきそうなんです。確かにね、でかいもんな、うん、これは再挑戦してなのやつ。食トレして。それでもやばいな。どういう作戦でいけばいいの。先にこればっかり食った方がいいんか。あとご飯系を流し込む、うん、うまい。食べなさい。めっちゃうまい。パンチあるもん、めっちゃめっちゃうまいっす。うん、けどこれはあの量は無理。疲れるもん。アゴがやばいっす。しかも一個これ食うだけでこんだけ時間かかってるからね。どうが無理っていうの。こいつが無理やなあ。それで疲れて終わるな、うん、やばいな、この大
大食いチャレンジって敗北感の虚しさにさらに加点されるっていうその二重取り、ねねね、メンタルやられた時にやったらあかんすか俺ってこれもできひんねやみたいな1個上なできひんことがこれリベンジやななんか無駄に悔しさ残るな、うん、なんだよな、うん、これやばいですね悲しいまあ例えば俺がサーキガンを押したらいやいやいやもういないもういない案外まあでも食えるか食えるか量じゃないんすよねこの硬さやな、うん、しかもこの衣もまた余計な硬さが増しとるからいい肉がこれすごいわ、うん、次やったらいける気すんねんけどなぁ根本的に何かを感じるなんか絶対美味しいかも。うまいな。うん、これはやばいね。リベンジ来なあかんな、これは。これって噛まずに鳴るとも無理っしょ。無理。無理。牛タンだけならまだしも衣ついてるから余計無理で水で流し込もうとしたらほんまに吐きそうなんで入らん止めてくるこっちが無理無理これじゃあやめてリャンジンには語れへん絶対やばいですね、うん、食べよう早かったわなもう米はうまいもん全然26分になりましたねなくなりましたけども完全に敗北しました、はい、自分にせなあかんですね、これはちょっと作戦を狙うの量はいけんねんな、全然まあ、スピード感ね根本的に何かを感じるスピレスピレしますスピンします課題は明確です距離体勢はうん、距離体勢はあるやっぱりスピードか、最後やっぱりスピードでした走りと一緒4分半で汚染と、うん、リンド4分4分世界に明かされたところでまあ、パウカペルは4分で行くわけですからね4分切っていくわけですからねということでしたはい、ということでですね完全に完敗してしまいましてちょっとね、ほんと苦しくて、まあ、全然食べれなかったんですよ次こそはね、ちょっとね、リベンジしたいなと思うんですけどまあちょっといろいろ作戦も考えてもう一回チャレンジしたいなと思うんで続きまた、次回の動画で見てくださいよろしくお願いします